4月5日、時刻は9時、3分、どうも TKY チャンネルのゆういちです。今日は、DTM スランプに陥った時の、解決法ということで、動画を出していきたいと思います。そもそも、DTM って何ぞやっていうところから始まるんですけれども、まあ多分これ見てる人は DTM、まあ、あの音楽作ってる人なんで、まあおそらく説明は不要だと思うんですけど、まあ、DTM っていうのはそもそもデスクトップミュージック、まあ机の上の音楽っていうことなんですけれども、まあ簡単に言ったらパソコンで音楽を作るってことです。で、まあ、自分はまあそれでまあビートを作って、まあ、こんな感じで作ってるんですけれども、まあ、それでまあ今年のまあ21年の3月、まあ、鬼のスランプ期っていうことで全然動画作れなかった、まあ、ビート作れなかったんですけれども、まあ、それの、振り返りっていうことで、まあ、なんでそういう風になってしまったのかっていうのと、まあ、4月に入ってまあそれが解決して、まあ、スランプ抜けたかなって自分で思ってるんで、まあ、その解決方法を紹介していきたいと思います。じゃあ今日はまあそんなまあおそらく DTM、まあ音楽作ってる人が見てくれてると思うので、まあそういった人たちの少しでも力になれればっていうのと、まあ自分将来の、まあ、自分がまたスランプに陥った時にどういうふうに抜け出したらいいかっていう自分への備忘録的なところも含めて動画を回していきたいと思いますね。はい、ではじゃあ今日は紙芝居形式っていうことで紹介していきます。じゃあまず1番、求めるレベル高すぎ。まあこれはまあ簡単に言ったら、まあ素人の楽器弾いたことない人がオーケストラ作るとかまあ無理って話ですよ。まあそのまあ自分に見合ったスキルをやっぱつけながら、まあ自分のね、音楽のレベルを高めていくっていうことで、まず自分の身の程を知るということですね。で続きまして、次、苦手な分野じゃないかっていうところなんですけれども、まあ例えばまあゴリゴリのなんかヒップホップのブームバップ作ってる人が、まあ、急にその EDM 作るとか、なんかポップミュージック作るとか全く別ジャンルとか作ろうと思ったら、そもそも作り方がわからんっていう風になっちゃうもんで、まあ、それも一個嫌になる原因かなっていう風に思いますね。で3番目はやり方がわからない。まあ、これはまあ簡単に言ったら、まあ操作方法とか、まあどういうふうな構成でまあそのものが作られてるか、まあ例えばまあホットケーキ作ろうとした時に、まあそこに小麦粉とかがなくて、まあ例えばわかめとかそんなの持ってきてしまったら、もう簡単に言ったらまあそんなものもの自体できないわけですよね。っていうような、本当にやり方がわからないともう何も出来上がるものも出来上がらないよっていうことで、まあこの3つ、まあこれがまあ主にスランプに陥っちゃう原因かなっていうふうに思いますね。まあまあ、スランプに陥らないためには、まあ、この3つを避けないといけないわけなんですけれども、まあ、避けてたら例えば、まあ、この求めるレベルが 高すぎるっていうことだと、まあ、一向にもののレベルっていうのは上達しないんですよね。まあそれを解決するためには、まあ、実際に、まあ、どういったことを、まあ、意識して作っていけば、まあ、そのスランプの中でも解決していけるかっていうところなんですけれども、まず、1つ目は、まあ、その、ビートがなんか止まってしまった。まあ、1つ目は自分ができるところまでやるっていうことで、まあ、とりあえずここまで例えば、まあこれ一番やりやすい方法が、まあ、時間区切るんですよ。まあ、例えば1個のビート作るのに大体3時間っていう風に決めてたら、その3時間以上かかっちゃってるっていうのはもうあれなんですよね。他のなんかできるビートを作る、なんていうの、できるビートができるっていうチャンスを逃してるっていうことで、まあ、例えばもう3時間で一区切りにしちゃってもこのビートはおしまいっていうふうに考えて、まあお蔵入りにするのもありだし、まあその後日またやり直してみるのもありだしっていうことで、まあ時間を区切ってやってみると、まあそうすると
まあなんだろうな、もうそれにまあ2日3日とかもうできないものに、なんかそのめちゃめちゃリソースを割いて、あの時間を、あの結局出来上がらなくて最悪っていうテンション下がることもあのないから、まあ自分ができるところまでやるっていうので、まあおすすめは時間を区切るっていうところがまず一つですね。で続いて、まあそもそも完成させない、まあその2つ目のところともうめっちゃ重複しちゃうんだけど、まあ完成させないっていうのはもうそのアウトテイクするとかそういうことにもなるんだけど、まあそのまあこれもうめっちゃやったけどこれできないの仕方ないっていうふうに割り切っちゃうんですよね。まあそうするとまあできなかったっていうふうな、まあダメージを心に負うんですけれども、あのまあめちゃめちゃ時間を失って後悔するっていうことはないから、まあ結構おすすめで、まあ、3番目は、まあ、プロの、チュートリアルを見るっていうことで、まあ、言ったらなんかその、まあ、どうやって作るっていうのかっていう、まあ、レシピを、分かるっていうことですよね。まあ、例えばホットケーキを作ろうと思った時に、まあそのまあ、材料がまず書いてあって、まあ、例えばその音楽で言ったら、まあそのシンセをどういうものを使ってるかとか、まあ、キックスとかスネアとかそういうのパターンとかどういうふうに作って並べてるとか、そういうふうな構成をそのプロの動画を見て学ぶわけですよね。で、まあ、そういうふうにしてると、まあ、あの自分 の, あのパソコンでこういうふうに見たときに、あ、そういえばこのシンセとこのシンセとこのシンセがあるからこういうビートが作れるなっていうようなことで、あの、まあ、できるようになる一つの解決法っていうわけですよね。まあこれはあの、まあ、今 YouTube で、まあ、英語苦手な人とかでもその、まあ、気合で見ればなんとかなるんだけど、 How to make 何々 type beat on beat、まあ、プラス DAW みたいな FL スタジオとかそんな風に調べてもらえばいくらでも動画が出てくるんで、まあ、それを見てみると、まあ、なかなかいいかなって思いますね。まあこんな感じで、まあちょっとグダグダと、まあ紙芝居形式で、まあ言ったわけですけどね、まあ一人でも多くのその DTM やってる人、まあビート作ったりとか音楽作ってる人、そういう人の、まあ手助けになればなっていうふうに思うんで、ご視聴ありがとうございました。ではまた。